アルマジロの仕様変更です。どうも皆さんこんにちは、マミムンです。マインクラフト 1.20.5 で追加されるアルマジロなんですが、新バージョンからこのようにテクスチャーが変更され、見た目が大きく変化しました。特にコミュニティの意見で多かった目の位置なんですが、こちらも変更され、なかなか可愛い見た目になっています。比較してみると全体の色合いも変わっていて、マインクラフトに馴染みやすい見た目になりましたね。またこれに伴いアルマジロの鱗のテクスチャーも変更されています。少し色合いが変わっているのがわかりますね。またこれまでのバージョンではアルマジロはサバンナバイオームのみにスポーンしていたんですが、これに加え新たに荒野バイオームにもスポーンするようになりました。このように荒野でもね、アルマジロを見つけることができます。続いては雲と洞窟雲なんですが、アルマジロが近くにいるとき、このようにね、逃げるという仕様が追加されました。このような仕様になったので、今後トラップなどに使えるかもしれません。ただアルマジロが丸まった状態では雲が逃げることはありません。反応しないんですね。アルマジロが立ち上がるとこのように雲が反応して逃げていきます。狼の鎧のテクスチャーが変更されました。特にね、この足についている部分や胴体部分のね、テクスチャーなども大きく変わっています。色合いもアルマジロに寄せられた形になっています。またそれに伴い狼の鎧のアイテムのテクスチャーも変更されています。また狼の首輪に関してなんですが、はい、こちらのね、テクスチャーも変更され、よりね、立体的に見えるようになりました。なかなかこのデザインいいですよね。なので、色をつけてあげればね、これまでよりもより視認性が上がった狼を連れていくことができそうです。新たなゲームルールの追加です。ということで今回デフォルトのスポーンチャンクの範囲が大幅に縮小しました。この変更によりゲームパフォーマンスの向上につながるようです。またこれに伴いスポーンチャンクの範囲を変更するゲームルール、スポーンチャンクラディウスが追加されました。デフォルトでは2に設定されていて、値は0から32まで指定することができます。旧バージョンのデフォルトに設定したい場合は値を10にして実行します。様々な仕様変更です。まずはマインクラフト 1.21 の実験的な機能から見ていきます。ワールド新規作成画面の実験的機能に進み、 1.21 アップデートの項目をオンにすることによって遊ぶことができます。今回このバージョンで変更されたのはブリーズに関するものなんですが、全ての発射体を跳ね返すようになり、発射体は飛んできた方向に跳ね返るようになりました。このように投げたものがね、自分の方向に向かって戻ってきているのがわかります。続いては村人取引の再調整に関する変更です。こちらも実験的機能に進み、村人の取引の再調整という項目をオンにすることによって遊ぶことができます。これまで行われてきた村人取引の再調整といえば、師匠がバイオームごとに異なる取引内容に変更されたり、製図家が村の位置などを特定できる村の地図を販売するようになったり、防具鍛冶は取引内容が大幅に変更されてきたりしましたが、今回から村人が耐久値を無視して防具を買い取ってくれるようになりました。はい、このようにボロボロの防具を取引に使えるようになっていますね。